どうも皆さんこんにちは。どうもでございます。ありがとうございます。さあ皆さんこんにちは。本日司会を務めさせていただきます天心向井です。よろしくお願いします。さあということで本日ね、なんとあの司会に、抜擢されまして、もうね、まあ吉本のこういうところのあの司会といえば、花丸大吉さんであるとか、ペナルティヒデさんであるとかなんですけれども、まさかの第3の MC が天心向井だということで、やっぱりねこのメープルストーリーさんの冒険心を、楽しんでるのを MC でも表すんだということをね、まあ今日は頑張っていきたいと思います。さあただいまよりメープルストーリー10周年記念パーティーを始めます。拍手。この度世界60カ国登録 ID 数約1億、日本では登録 ID 数400万以上を誇る横スクロールタイプの無料オンライン RPG メープルストーリーが10周年を迎えます。そこで10周年プロジェクトとして吉本興業の芸人とコラボすることとなりました。本日はそのプロジェクトの内容を紹介していきたいと思います。さあということでですね、さあ、まあプロジェクトの内容なんですけれども、まあ、たくさんありましてですね、もう今からですね、そのプロジェクトの内容を紹介していきたいと思うんですが、私は暗黒の魔法使い、10周年パーティーをぶち壊してやる。私の魔法で吉本芸人をモンスター吉本にしてやったぞ。皆さん大変です。10周年記念パーティーを行う予定でしたが、なんとメープルワールド一番の大ボス暗黒の魔法使いの魔法で吉本芸人がモンスター吉本にされてしまったそうです。わあ一体どうなるんだ。わあどうなるんだ。吉本にされたぞ。吉本にされたってことは今から吉本が出てきたりするのか。どうなんだ。吉本は出てくるのか出てこないのか。出てこないかもしれない。ああ何か出てきた。ああこれは吉本が入ってる吉本の包みじゃないか。ああ一体どうなんだ。ああああああ出てきた。ということはこの吉本の包みの中から吉本が現れるぞ。わー吉本が現れた。吉本が吉本芸人が吉本にされた。いやー速やかにスタッフもんが片付ける。うわー片付ける。さあということで、そんな感じな、そうなんですよ、はい、何なのというのはもう、いや僕自身も正直何なのと今思ってるんです。みんな思ってますよ、ね、すみません、ここでねまさかの一心同体となりましたけれども。さあということで、本日来ていただいたこの6体が吉本でございます。どうも吉本です。ということでメープルストーリー10周年プロジェクトはメープルストーリー10周年お祝いに駆けつけた芸人さんがメープルワールドの一番の大ボス暗黒の魔法使いにモンスターにさせられてしまったという物語でございます。改めて登場するモンスターを紹介していきます。吉門のハイレベルなモンスタームサナオミベア、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ続きまして、ムサマチャベア、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。やっぱ返事がいいですよね皆さんね。そしてブドウカクマダ、あ、まだ入れないって、はい、よろしくお願いします。お願いします。ブドウカクマダという名前でやっております。さあそして詩吟家木村、あると思います。ありがとうございます。さあ相方だから分かる今日ちょっと声が高い、なぜでしょう。ちょっとだけもうちょっとかってこうか。そして武道家ムーディー、チョロチョチョチョロチョチョロチョチョチョロ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 チョ
ね、メイプルストーリーの中で出てくる時の映像が出ているわけでございます。ちゃんと向井さんもモンスターになってる。あ、違うです。これ僕じゃなくて、これガリガリガリクソンの。いや、モンスターになって僕はモンスターとして今回登場しません。はい、こんなにモンスターじゃないですか今向井さんの格好は。今これは僕はモンスターじゃなくて通常のあの、漫才の時のスーツでございますスーツのボタンが多すぎるっていうモンスターではない。いや違います、確かにちょっと多いんですけれども、ね、違うんです。そうではないんですよ。はい、ということで、まあこのメンバープラスですね、うん、今回大ボスキャラとしてブラックマヨネーズさんがモンスターになった新鮮妖怪吉田とタイルン小杉が登場します。なるほど。さあこちらでね、もうあの、まあ、やっぱボスということで、ね、だいぶ強そうなキャラクターとなっております、うん、はい、そして今回ボスキャラにブラックマヨネーズさん、ハイレベルなモンスターとして渡辺直美さんが選ばれましたけれども、はい、いかがですか直美さん、ハイレベルなモンスターということで。いや、すごいありがたいです、光栄ですね、うん、はい、あの今とにかく暑いんですけど、どうにかしてもらってそうですね、結構暑いですよね、めちゃめちゃ、はい、すいません申し訳ないです、もうちょっとだけ我慢していただけたら、はいはいはい、ありがたいですね。直美さんはあれですね、はい、なんか柔道着とその熊のやつが似合ってますね似合ってます、なんか最高ですか。オリンピック強化選手がふざけた時って、はい、すごく非常にパーティーの時のような感じなんですけど、で、直美さんあの、はい、CM も撮影されたということで、他のメンバーもう文句言い過ぎですから、なんで俺入ってないかというのもありますけど、6年前やったら俺やったけどな、やめとけ、やめとけ、過去振り返るな。さあ、それではですね、この直美さんも出た、ブラックマヨネーズさんと渡辺直美さんの CM をご覧ください、どうぞ。メイプル10周年、メイプルプルプル、メイプルプル、メイプルプル、メイプルプル、お祝いに来たらモンスター買ってもらった無料オンライン RPG メイプルストーリー10周年。わお、いやー、どこだろう、メイプル10周年、どこにいるかわかる、ここやで、どこや、言うてどうすんねん、俺だけわかりやすすぎるやろ、ウェブで見つけよう、無料オンライン RPGメイプルストーリーネクソンということで、いい CM、 怖いっていうよりなんか可愛いですよね。そうですね、モンスターと言われるのは可愛いと言いますか、はい、これ撮影期間はどれぐらいだったんですかね。撮影期間ですか、はい、約半年ぐらい。嘘つけ、嘘つけ、そんなにメイプルプルをテイクで撮り直しましたか。はい、かなり撮りましたね。なるほど、はい、ね、皆さんもいかがでしたか、 CM 見た感じ。多分ね、可愛い感じのイメージもありました。花ありますね、やっぱり花ありますね、花がある。今活躍されてる方は素晴らしいと思う。ちょっとあのムーディーさん、ちょっと一言ね、なんかヘトッとしてるんですよ。まだ6年前だったら6年前だったら、そういうことで、6年前だったらはいいんですけど、6年前だったらちょいいんですよ、過去振り返らないでください。すいません、ちょっとね、みんなおのおの、俺だったら何年だなとかいろいろ思いますね。年度があります、年度があります。あ、木村さん、木村君だったら4年前、そう、僕だったら4年前になる、4年前になる、はい、いろいろあるんで、思うことがいろいろあるんでございますけれども、はいはいはい、いやまあね、まあブラマヨさんも、新鮮妖怪吉田であるとか、まあ、ネーミングありますけれども、うん、ネーミングはどうですか、皆さん気に入ってたりしますか。いや、どうなんですかね、覚えてないという覚えてない、長すぎて覚えてないんですよ。いやいや、あなたガリガリガリクソンさんがモンスターになった時の名前は、はい、覚えてないんです。覚えてないんですか。ムサガリガリベアでございます。なるほど、ガリガリベア、いや、それもそうですし、まあ、僕はあの武闘家熊田、はい、武闘家熊田、ムーディ君は武闘家ムーディ、武闘家2人いますよ ね、 そうね、あれ、ちょっと特殊なパーティーを組まれてるなという。そういうことですね。あ、じゃあ木村さんも武闘家。僕は詩吟家です。詩吟家って何ですか。そんな仕事ありますか。あの有名な詩吟家です。知らない仕事ですけれどまあまあね、そのメブス通りにいるムサなんとかベアというキャラがいたりとか、いや、そんなのあるんですね。でもありがたいです、はい、うん、そうですね。どうですか、まあ、あのブライマンさんもちょっとモンスターっぽいエピソードみたいなの持ってましたけども、うん、はいはいはい、皆さんなんか、まあ、モンスターっぽいエピソードって選ばれるからにはあったりするんですかね。私ね、すっぴんでね、はい、友達のお家でお風呂入ってすっぴんで上がってきたらね、そこんちの猫がね、はい、私の顔見てね、尻尾ボーボーになっちゃってだいぶですよ、だいぶえバンってなってました猫よけのペットボトルでもそこまでならないと。
びっくりしちゃった。これはちょっとモンスター的なエピソード。なかなかやるでしょ。なるほど、うん。僕もありますよ。はい。最近仕事がなさすぎて、もうそれを生かしてですね、もう。はい、仕事がなくなった怖い話をするムディ川淳二っていうキャラクターを生み出した。いや仕事がなくなった怖い話、はい、そしたらね、仕事がなくなったんですよっていうオチ。いやそれオチ最後の、実はいなかったんですよみたいな感じで、そしたらスケジュール真っ白だったんですよ。いやむっちゃ面白そうじゃないですか。怖い、面白い、怖い、こんなキャラできましたから。怖いな、僕はモンスターですよね、これ。この後、笑っていいともの怪談話のオーディションにこれで挑みます。いやいや、なんか違いなくなかった。すごいですね、いろんな角度のモンスター話もありますし、ねえ、ガリはあれですよね、みんなつけてるこの、上のやつが、はい、ガリのやつだけ太りすぎてつかないっていうね。つかないモンスターですね。つかないモンスター。太りすぎてつかないモンスター。僕だけピンでバッシバシにつかない。ピンモンスター。それだけ。そうですね。おかっぱでよかったよ。いや、よかったですよ、本当に。で、まあ、あとですね、まあ、先ほど言ってた、ちょっと相手にブツブツを移すみたいな、そういうモンスターとしての能力みたいなのも、はいはいはい、皆さんもしね、僕だったらこんな能力がありますみたいな。わー、なりますね、これは。言っていいんですか？全然全然言っていいですよ。僕なんかあんなんがいいですね。単体じゃなくて、はい、全員に向けて攻撃できる炎の魔法とか使われたらいいですね。いや、ちょっと真剣なやつじゃないんですよ。いや、どう考えたって。少年のような答えじゃないですか。違います、違います。ムーディーさん一周して全然受け流してないですよ。そのあたり受け流してもらわないと。すいません、はい、ちょっと似てるかもしれないですけど、はいはいはい、僕もなんかこう炎の力でこう全員を倒すみたいなのができたらいい。それ似てるどころじゃないんですよ。似てるところまんまなんですよ。でも炎と全然違うかな。あんまりないですよ。ミクタのモンスターに耳腐ってとか。いや、その上の方じゃないんですよ。耳腐ってましたけれども、まあまあそのような能力もあったりとかでございますけれども、まあそんな中ですね、このメープルストーリー10周年プロジェクト、さまざまな活動がございます。まずはこちら、メープルワールドに住みます芸人対抗戦。おお、ということで、まあ何のことだろうと思われるとは思いますけれども、こちらをご覧ください。さあ、こちらはですね、今吉本で47都道府県住みます芸人という、芸人がね、一県に、何組かいるんですが、はい、こちらの10組の住みます芸人がユーザーと協力しながら実際にメープルワールドに住みプレイをしてもらいます。そしてユーザーと協力して優勝を目指しますという、まあね、こういう芸人とちょっと連動していろんなプレイヤーに楽しんでいただけたらなという企画でございます。それだけではございません。続いてこちら、YCC メープルストーリー動画制作。YCC というのはですね、吉本のスタッフ育成学校、はい、吉本クリエイティブカレッジのことなんですが、その吉本クリエイティブカレッジとコラボしてメープルストーリーにオリジナルの動画を制作いたします。実は10年の間にメープルストーリー内ではさまざまな出来事が起こっています。プレイヤー同士が現実の世界で結婚したり再会をしたりしています。そんなメープルストーリーにまつわる物語を募集し、 YCC の生徒が実写化しました。その第一弾となるメープルストーリーの10周年のアナザーヒストリー動画が本日完成しました。冒頭に見ていただいたものがその第一弾となります。オフィシャルの動画とはまた異なる、いわゆる裏歴史を描いたものとなっております。ねえ、もうたくさんね、いやもうねえ、当時のやつでしょうかね。皆さんこれ記憶にありますか？はい、俺は誰に喋りかけたんですか？誰に喋りかけたんですか？いや、これに出てる。はい、そうです、そうです。あ、僕らにそれ撮らせてもらいまして、はい、ねえ、レギュラーもいたんですけどね、この時は。はい、まあ、いや別に今脱落したわけではない。元気でやってますんで。レギュラーも、レギュラーも元気でやってます。今家で気絶してるということで。そうなんです、ね、ありがとうございます。まあ裏
歴史を描いたものになってます。詳しくはメープルストーリー公式サイトでご覧ください、うん、また今後も随時ユーザーの方から事前にご応募いただいたエピソードをもとに動画を作成しアップしていく予定です、はい、今後脚本は神保町花月で活躍中のマンボウ八代、坂井須と正義、2分の5宮地なども予定しておりますのでよろしくお願いします。さあということで、それではここで皆さん、実はですね、よしもんというのは、面白ければ面白いほどレベルが高いキャラになるということでございます。やっぱりね、ボスキャラがブラマヨさんですから、まあ、そのようなね、面白ポイントが大事となっております。はい、そして、今日この場に、ね、このメープルストーリーのね、作られているネクソンさんも、はい、来られていますので、よしもんアピールタイム。さあ、ということでですね、はい、なんと一番面白いと思われれば、もし今回は10周年ですけども、うん、はいはい、11周年記念のイベントの時に、うん、ボスキャラになったり、その辺を前向きに検討していただけるんじゃないかということで、そうなんですよ。ブラマブラマブーディーさん、ブーディーさんチャンスに動揺しすぎて、ネクソンさんって聞いてからもうブルブルブルちゃんと触れなくてです、それは分かった上でしょ。でそうです、そうです、だからもしかしたら11周年の時にブラマヨさんの1位のボスキャラになってる可能性がある。わあすごい、はい、なりたいなりたい、出れるかもしれない。そうですよ、 CM ぜひ、いや本当にボスですよボス。じゃあもうタイマー貼っていい？いやタイマーじゃない、実際にそうですよ、大丈夫、はい、大ボスにはなる可能性あるんですけど、一番面白いと言われればでございますので、さあそれではですね、あちらのネクソンさん、そしてネクソンさんは他にもいるかもしれませんのでね、いろんなネクソンさんにアピールできるので、隠れネクソンもいるかもしれません。いやそうです、隠れネクソン、あの知らねえよな、はい、暴れん坊将軍とかそういう感じで街に下ってる可能性ありますので、さあでもここではネクソンさん、ここそうですね、ネクソンさんこっち見ればいいんですか、こっち見ればいいんですか、そうですか、前を見て、前を見てるわけですね。さあそれでは、アピールしたいという方は手を挙げてください。はいはいはい。はい。じゃあ行きましょう。じゃあガリー早かったかな。はい、ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。見てください。社員さんと喋ってるのこっちを見てください。よろしくお願いします。それでは、はい、ありがとうございます。始めていきます。さあそれでは、キモ。はい。紐がほどけております。大丈夫です。さあ行きましょう。それではムサガリガリ部屋お願いします。ありがとうございます。てへんだてへんだ人間のてへんだ、どうもガリガリガリさんです、よろしくお願いしますねえ、というわけでございまして、みんな、いやさすがにこの格好してたら暑くないですか、ネクソさん、うん、暑くないですか、暑いですよね、僕汗かいたら体がベトベトになっちゃってですね、なんとなんとですよ、こういうお菓子が汗でひっついてしまうんですよ。せっかくですから今日はネクソンさん来てくださってますね、このお菓子を投げていただいてですね、はい、僕お腹でキャッチしたいんですけども投げていただけますか。よかった、ありがとうございます。よかった、そんなにこれでも投げられる、ありがとうございます。心配するくらい外れたいんで、あれこの花で大丈夫ですか。はい、どうぞお腹に向かって投げてください。よいしょ、来た。どうするんですか、怪我したらどうするんですか。僕吉本興業の商人ですよ、イエーイ。さんのためにじゃあ、はい、ちょっとあの本日限定の一発ギャグをやらせていただきます。それでは行きます、はい、ムサマチャベアさんお願いします。オンラインからのヒップライン、あ、フライング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 フ
フラッシュの数すごかったですね。まあまだ基本男子のドスケベで。ギルからドスケベで。野生だからよ。後ろが好きなんだよ。後ろが好きなんだよ。あんまりはっきり言いすぎない。後ろが好きなんだ。言ってないか？じゃあ続いていきましょう。はいはい、さあ続いて、さあそれでようやく手が上がったムーディーさん、行きましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。はい。ちょっとトップはいいですか。あ、ちょっと待って。商品名やる。オーケー。あ、じゃあすいません。じゃあ先ほど言いました、ちょっと森川淳二をお話をちょっと。さあ、それでは、じゃあ行きましょう。ブドウナーと笑っていいと思うのオーディションあるんで、練習で。ちょい、練習でやめてください。練習か。アピールしてください。さあ行きましょう。ブドウカムーディさん、お願いします。じゃあ私が実際に体験した怖い話をお届けします。私2007年自分で言うのも何なんですけど、なかなか忙しかったんですよ。紅白歌合戦出場 CM10 本なんつってね、もう仕事でずーっと忙しくてね、この吉本の本社を歩けば、私が歩けば吉本の社員がダーッと寄ってきて、10人20人の社員が私を囲んで私が真ん中を歩くというような、そんなこともありました。ですが年をまたいで2008年、いつものようにこの吉本の本社を私が歩いていますと、去年のように新宿の本社社員がぐわーっと私のところに寄ってくるんですけど、パッと横を見ると去年までそこにいた社員が一人いないんです。あれなんだろうな、おかしいな、まあこんなこともあるかなんてことを思いながら、次の日また去年と同じように新宿の本社を私が歩いていますと、吉本の社員がダーッと寄ってくる。パッと右を見ますと、また去年までそこにいた社員が一人いないんです。あれやだなやだななんて思ってまして、次の日また次の日と本社歩いてますと、社員が一人、社員が二人、どん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 私の周りから聞いていくんです。あれやだなやだな、怖いな怖いなーなんてことを思っていたら、とうとう私の周りに社員が誰もいなくなったんです。あれなんでだろうな、そんなに悪いことしてないのにななんてことを思いながら歩いていましたら、パッ後ろに嫌な気配を感じたんです。嫌だな怖いな怖いなって思ってたんですけど、勇気を振り絞ってバッと後ろを振り返ったら、そこに吉本の社員に囲まれた江戸晴美が立ってたんです。どうもありがとうございます。素晴らしい、手に汗握る、本気のやつに行ったところですか。皆さんこれ、はい、実際にあった話。いやいやいや、怖い、怖い、怖い、いや、よかったですか、ネクソンさん、いや、これ負けちゃいかがでした、ネクソンさん、いかがでした、あ、そうか、あ、もう全然、もう、あ、まあ、もう、あれだ、ネクソンさんが、だいぶ好感触だったんじゃないですか、あれだ、じゃあ続いていきましょう、じゃあ、え、先生いきます、もう負けちゃいられませんから、じゃあもう今回はちょっとこれ、笑いじゃないかもしれません。僕の特技を、ちょっとお見せしたいと思います。やっぱりメープルストーリー、はい、これちょっと弓矢というのが、ちょっとストーリーの中に出てきますんで、はい、私も弓の方、ちょっと特技ですから、ちょっと待ってください。出したいと思いますよ。特技だもん。特技です。聞いたことないだろう。まあ、ね、やられてたイメージです。ね、ちょっと待ってください。はいはい、行きますよ。なんさあ、何でしょう、なんか聞こえるな。さあ、皆さん。んはい、さあ、皆さん、出てまいりました。何、私の特技、お見せしたいと思います。さあ、皆さん、見えますかね。こちらにですね、一個のゆで卵がございます。見えますか、ゆで卵です。さあ、今から私、これだけ離れた場所から、一歩も動かずに、この矢で射抜いてみたいと思います。成功したら、ネクソさん、お願いしますよ。さあ、では、行ってみましょう。ドラムロール。ワン、ツー、動きませんよ、スリッター、オーケー、オーケー、オーケー、あれ、あれ、はい、成功です、大きな拍手を、オーケー、オーケーでございます、オーケーじゃねえ、オーケーじゃねえ、オーケーじゃねえ、ずっと NG ですよ、オーケーでございます、最高でございます、最高でございます。素晴らしいですね。いや、今のはだいぶどうですか、ネクソンさん。丸。あ、ありがとうございます。続いております。じゃあ続いて
直美さん行きますか。はい、はい、じゃあ私やらせていただきます。はい、じゃあモノマネを普段やってるので、はい、モノマネをさせていただきたいと思います。いいですね。さあそれでは行きましょう。はい、ムサナオミベアお願いします。はい、中村あゆみさん。バー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 あんなに声出て、中村あゆみさん、あんなに声出てないかった。あんな感じですよね。ハスキーボイス、ハスキーボイスのイメージあります。ですが、まあまあ煽ってる時もあんなイメージはありますけどね。いや素晴らしい。ネクトンさん、今のも丸だということでありがとうございます。さあそれでは、やってない木村さんいきますか。はい、はい、まあ僕詩吟家なのでやはりこう詩吟でやらせていただきたいんですが。なるほど。まあ、ネクソンさんといえば、はい、ベートーベンということで。そんなことないですよ。ベートーベン詩吟。ベートーベン詩吟ってベートーベンシリーズ。ベートーベンですか。ベートーベン詩吟って何ですか。どうも皆さん、ベートーベンです。いや鼻だけですよ今。それでは吟じます。バババーバーンバババーン、バイ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 、ありがとうございます。どうも。いや素晴らしいですね。なんていうんですか、もう本当にあのでそのThis is シリスボミと言いますかね。はい、すごい眠らない町、新宿が眠ったね今ね。今ちょっと仮眠を取りましたね新宿が。笑ったの向井くんだけ。僕これすごい好きなんですけど。まだね、やっぱり一応こういう場には適してないだろうと思うんですが、はい、普通のエロ詩吟の新ネタができましたので。エロ詩吟の新ネタ、はい、なるほど、そちらの方もやらせていただきたいと思います。では吟じます。深めのキスしすぎ、ちょっと間違えました。木村さん、木村さん、あが、新ネタで、あがピカピカしちゃったから。そうだよ、ちょっと見てください。ちょっと今日僕、モンスターの役作りのためにちょっと前歯をかかって、ちょっとね、はい、なんか前歯引っかかってたんですよね。蝶ネクタイみたいな前歯してるんです。前歯、蝶ネクタイみたいになってるんですよ。それは、え、なんでですか。役作りですかこれ。あ、モンスターの役作り。デニーロアプローチみたいなことやってるんですか。まあ、木村アプローチをやってきたんです。いやいや、そう言いませんよ。はい、それで空気が漏れてしまうんですね。ちょっと空気の感じが違うんでやりにくいんですよ。もう一度やらせていただきます。歯を見せた時のフラッシュは、マチャさんのお尻の100分の1でした。やめてください。じゃあそれでは、はい、では吟じます。深めのキスしてるときにより深く行こうとしすぎてお互いが口を開けすぎて舌が何にも当たらないときあるあると思います。いやいや、竹村さん、あると思います。そう、決めて何も起こらないから、もう一度決めが落ちないと。胸張って帰ってくるのもやめてください。いや、ありますよ。ありますけど、本当にこれ、ねえ。ぜひネクソンさんに聞いてください。どうでしょう、今のネクソンさん。なるほど、首をかしげる。いや、正しい答えだと思いますよ。首をかしげるということ。さあ、ということで、ここで終了でございます。おー、ありがとうございます。さあ、それでは、ネクソンさん。一番良かった方を選んでいただけたらなと思います。さあそれではいかがでしょう、一番良かったのはどなたですか。舞踏家熊田さんです。おお、優勝は、舞踏家熊田さん。おお、ということで、わあ、僕今本当にびっくり今うなら出ちゃいましたね。うなら出ちゃった。わ、びっくりしました。すいません。いやーよかったです。それ評価のポイントはどちらだったでしょうか。はい、評価のポイントはおならですか。おならは優勝なんですよ。あのメイプル
者の中でもあの武器で出てくる弓使っていただいたので。そうでございますよ。なるほど、はいはいはい、やっぱり素晴らしいです、はい、ということで武道家熊田さんは11周年のボスキャラとして登場するかもです。かもです。まだ分かりません。かもです。まだね、でもね、つながったということでございます、はい、以上よしもんアピールタイムでした。ありがとうございます。素晴らしい。ということでメイプルストーリー10周年記念パーティーの予定が暗黒の魔法使いによってとんでもないことになってしまいました。もう非常にね残念なことでございます、ユーザーの皆さん力を合わせてメイプルワールド助けてください。さあということで振り返るのすごいな、すごいね、心の叫びがもう助けてください、ね、助けてください、寄せてませんよ。さあこの後は、フォトセッション囲み取材を行います。ということで本日はお忙しい中お越しくださいまして誠にありがとうございました。さあそれでは、